はい、今ねちょっとねガードマンちゃん遊びに来てるんですよ、はい、ほんで遊びに来てて今ねガードマンがねお母さんに呼ばれて出て行ったんですよ。出て行って今ガードマンがこの家を空状態にしたわけですよ、はい、ほんでたまたま僕ら今ポケモンのカードゲームで遊んでたんですよ。ほんでガードマンこんなものを残していったんですよ。これガードマンのなんですけど、この今一番新しいシールドのポケモンカード2箱、はい、こいつこれを残していったんですよ、はい、でこいつめっちゃ楽しみにしてるんですよ。こういうの開封すんのめっちゃ好きやん。あいつ好きっすね。だから俺がもう勝手に開けちゃおうっていうドッキリを今パッて思いついたんで今急いで撮ってます。このとりあえず開封ドッキリとりあえずパッてやっていこう、はい、まあ、あいついつ帰ってくるか分からんから、こんなんバイブスよ。よしよし、やっていこうか。はい、開けていこう。こんな開けていってください。どんどん開けていこうか。はい、もうこれこちらです。ほんで一番最初何が出るか大事やから、一番出てこうまずやってこう開けて、はい、開けて、はい、こう開けて、ほんで一番上のカードで僕やっぱモノボケします。こいつが何て言ってるか。はい、いきます。まあ、一発目が絶対大事なんで、はい、これをめくって一発大喜利やりますよ俺。もうこういう出だしが大事やから、いきます。ゴムゴムの実を大きくしたやつ。キラ欲しいな。これキラ当たってやった。えぐい思いっきり見て、コースターめちゃくちゃ強そう。もうそんな言ってる場合ちゃうんやと。2箱開けらなあかんやと。このバンバン開けて、はい、あ、当たりました。ポルペコ、ポルペコ、うん、これピカチュウでき損ないね。はい、当たりないよ。もう当たりないけどバンバン開けていく。うわすごい、このカビゴン見て、カビゴンがマチになった。すげえ、すごいよカビゴン。これだけなんか高く売れそうかもらっとこう。これだけなんか高く売れそうかもらっとこう。これで一箱、はい、まず一箱終わりました。硬いねこれいつも。痛むよ。ブーブー痛むよ。はい、やってまいりました、はい、とりあえずね全部開封できました。これを見てガードマンはあのお決まりの出るのでしょうか。はい、出ると思う。いや、出ると思う。その意見は聞いてね。早速カメラ仕掛けてガードマンを帰りを待っていきましょう。ごめんな、ちょっと。あ、いいね、全然。領収書渡した。あ、なるほどね。なんなんこれ、なんなんこれ、もうエグいって、もうどうしたの。もうガチでうざい。もうガチでうざいけど、こいつはほんまにうざい。え、もうほんマジうざいんやけど、お前マジなんなんこれ。え、何ポケモンカードやったら俺お決まりか。お前これで4回目やぞ。え、ガチかお前。えぐいやん。え、人のやつ開けんのお前これ。こんで、なんでこんなにポケモンカード開いてんの。何なん、え、えぐい。何なんそれ。えぐいこと起きてんじゃん。え、行きます。これ長いわノリマジで。え、これはえぐい。え、ほんまにえぐいで。こんなに事件の匂いしょんな。これ事件の匂いちゃうやろ。これやばいな。誰これしたのほんまに。事件の味しかせんわ。え、匂いどころちゃうでこれ。これ誰マジで。マジどうすんの。ちょっとこれマジ誰やねん。え、これなんなん。え、俺のポケモンパック買った時になん絶対開けるなんかルールとかなんかあるんかこれ。除夜の鐘みたいな感じかな。正月になったら鐘鳴らすぐらいの勢いでパック買ったら開けんか勝手に。どうすんなよ、じゃあ。マジで苦情めっちゃ来てるから。ほんまにやめよう。
よく黒人やで、住んでんの。いや、笑い事ちゃうって、ほんまに怖いって言って。それ、一生言ってるよな、お前。マジやって。でも、まず犯人探した方がいいよな。はい、もう誰なんて、マジで。あ、ちょっと待ってな。あ、俺さっきおったやん、俺らずっと家に。ちょ、もう、おんないわ、これは。誰か入ってきたわ。誰なんや、これ。ポケモンカード、なんもなってないよな、いや、でもマジ入ってきた、そいつの特徴が。はい、まず、赤と白の帽子を、こう、斜め横にかぶってんねん。あ。で、帽子にムって書いてたね。あ。ほんでさ、手袋の先っぽだけなかったね。あ、それ、サトシや。いや、違うと思うな。サトシやね。いや、違うよ。だって、肩に何か乗ってたもん。あ、サトシや。おもろないね、マジで。サトシ、こんなことせえへん。ヤムちゃん、マジすぎもないけどっちなん僕やってない俺ずっとトイレしてたもん、ガードマンがやってる。え、マジで何なんこれ。もう、なんかもう、時間かかんかよ、これ。マジで何なんこれ、ゆえや。お前、マジゆえよ。俺、ほんまにちゃうで。ほんまマジでいいか。リビング。ガチゆえや。ほんま違うね。ゆえや。ま、踏むな、カード。ほんま違う。カード踏むな。いや、踏んでない。何なんお前ちゃうって。俺いつまでやってん。M.I. 行くんやん。お前何笑ってん。痛い、あら痛い。あ、もういいわ、もう電話するわ。もう、警察が動くな。ああ、ああ、俺も味方やから電話します。俺も警察に電話さ、俺が代わりじゃない。早せ、早せ。もしもし、ジュースさん。うん、ポケモン警察や。ジュースさん。おい、ポケモン警察電話してんやん。はい。な、ガーディーしか来へん。急ぎで、新速使ってきてください。じゃ、もう、おもろないね、まず。カード粗末にしたら、カード粗末にするとかじゃなくて、お前、マジ、もう、映画にせえよ。そんな、映画にせえとか、そういうの。ダメだよ、マジで。お前は。ガードの好きやん、これ。え、じゃ、これ、お前、バチバチカード踏むやん。これ。え、人のもんやん。お前、バチバチカード踏んでるやん。なあ、お前は。バレたか、カメラ。バレました。もらいます。もらいましたね。ないね。なんだマジで。バレたか。うん。だってリモコン、リモコンで角度つけてんもん、お前ら。なあ、わかんに決まってんやん。なんなんそれ。お前らマジでこれ計算で突き出すからな。え、これマジどうするつもりなん。俺デッキやろ、これ。スリーブ入れてんの。どうしたものか。お前これマジ、お前デッキどうすんねん、お前。デッキぐちゃぐちゃぐちゃ、お前責任取れよ。責任取るよ。あ、マジで命より大事やぞ、俺デッキ。もうほんの、もう完璧だもん。もう、正面、もう、しょうもんない。マジで。もう、ちょ、マジで。もう、どうすんの。マジで考えようぜ、みんなで。もう考えようぜとかじゃないから、答え出てるから、お前ら刑務所の中。刑務所か。そんな、なんでお前ら。え、めっちゃ踏んでんだよ、俺のデッキ。そうな。え、こいつほんまに講師だし。はい。考えようっていいか。え、俺中学の時先生沈めた腹パンだし。マジで。頑張る。でも、これを俺だと思うんやったら、ほんまにお前言ってる。ちょ、もうほんまに待って、俺マジでクイックボール狙って勝ってんねんで。今回、俺じゃないっていう絶対的な自信っていうか証拠があるね。それ聞いてほしい。俺、疑われると思って、もう昨日から400文字以上、800文字以内で、俺作文ちゃんと書いてきてんの、お前。うん、じゃあ書いてきてんやったら、お前犯人や。書いてきたよ、書いてきたらあかんやん。でもほんまそこに気持ちつつってるから、後で書いてほしい。お前だけに送る。なん、どういうこと。俺に書いてほしい。俺だけに送る。おかしいやろ。はい。え、こいつはマジで知能やれうたんやん。こんなポケモンカードがいっぱいあってもな。お前マジでこれほら。え、なんでこんな雑にポケット入れるの。それ持って帰ってくるかなと思ってた。お前昔やんそれ。お前のマジやんそれ。謝れ。遊戯王取って打ってお前整形立て出たやろ家の。謝れ。遊戯王パケットの名前謝れ。早言うかい。あ、言え。ピー入れた方が言え。謝れ。前川雅也くん、ほんますいませんでした。あの時は自分の生活のためにやってしまったことです。でもあれのおかげでさつまいもとご飯と天ぷらを買いました。本当にありがとうございました。もうわかんねん。お前みたいなやつが取るカード。ダンディライオンか。それは3枚パクったことあります。ダンディライオンパクったよ。お前あります。正直お前みたいなやつ大体ダンディライオンパクんねん。おんねんおんねん、お前みたいなやつ。
お前みたいなやつトークンのカード使わんと変なカード裏返してトークン